12球団最後の10勝10敗投手を発表します。こちらです。意外といるもんやな。大竹と飼う謎のおっさん、イメージ通りは大竹くらいやな。大竹6人で優勝できるか。山賊打線でもきついやろ。石川って高投と大炎上を繰り返すから防御率の割に勝利多いよな。この年の石川は正直炎上多かったけど、例年より援護も多かった。その反動か近年の石川無援護すぎて泣ける。国鉄1954、金谷23勝23敗345.2回、 2.63、 269K。 田口負けすぎやろ。能見は違反球だから仕方ないけど、田口はなんやねん。Y ならこのローテやな。金本は責任を取れよ。能見は全盛期が金本の晩年と丸かぶりしてるから、クソ守備でかなり勝ち星消されてる。 A 投手ばっかやな。でもこいつらがローテで6人いても60勝やん。優勝できへん。折西はやってないんやな。阪神西は10勝10敗のイメージやが、2001、松坂大輔15勝15敗、 3.60、 240.1回、 214K。 いる。2001松坂の15勝15敗ってやっぱ異常やな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。